超健太修です。いや、寒いね。でもなんか言うほどじゃない？なんかそんなに最強寒波とか言う割はただ寒いだけみたいな感じで、俺としては別に全然問題ないかなっていう感じだったね。なんか結局は煽られただけで終わっちゃったな。はい、じゃあ今回はですね、やっぱこの話題でせざるを得ないだろうということで、田中パウロ純一くんに関しての動画になります。なんと選手一人を取り上げてピックアップして解説する動画でっていうのはすげえ久しぶりなんですけども、はい、まあ今回はやろうということで、まあね、この間飯行かしてもらって、先月かな、高崎さんの経営されてるね、旧カフェで飯食わしてもらったんですけど、やっぱすごく楽しかったんですが、まあいろんな話聞かしてもらったし、でなんかね、その時にやっぱ本当にまだ契約決まってないみたいなこと言ってたんですね。あ、マジなんだと思って、びっくりしたんですけど、やっぱ彼としては J3 以上でやりたいと言ってたし、で、まあ、ただやっぱその契約だったりとか山川のことに関してはもちろん言えないことはありますから、本当プロなんでね、はっきり言えないことは言えないっていうことを言ってたんですけども、まあ、そういったところを見てるとやっぱ応援したいなということを、思いましたんで、今回は僕パウロ君の、いいところ悪いところ、ちゃんと、考察した動画を作ってみようかなと思います。これを見て、もし誰か、まあ、すでにね、見てる方いっぱいいらっしゃると思いますが、チーム強化担当者は、まあ、ちょっと、この選手撮ってみようかなって思ったらいいなと思って、そういった動画にしたいなと思います。はい、パウロ君はね、まあ、今シーズンっていうか、まあ、その昨シーズンか、2022年は天皇杯で2試合で3ゴール取ってるんですね。で、なおかつ、リーグ戦は8試合しか出てないんですが、ただ、途中出場6試合でね、かなりインパクトを与えたと思っていて、3ゴール、2アシストということでですね。まあ、驚いたらやっぱ決定率かな。20% 超えはすごいよね。だって5本シュート打って絶対1本決めてるってことでしょ。まあ、結構アタッカーに関してはかなりでかい、高い数字だと俺は思いますね。で、あとやっぱまあ、やっぱ出た試合では本当短い時間でほとんどね、結果出してるってやっぱすごいよね。うん、まあ、最後ね、ちょっとね、まあ、違う意味で結果は出しちゃったんですけれど。はい。で、まあ、今29歳なんですけど、まあ、ほとんど経過しないらしいので、そういったこのコンディショニングの部分に関しても、まあ、彼はすごく、優れてるのかなって思ったりはします。で、プレーの特徴に関して話していきたいと思うんですが、まず先にパウロ君の弱点から、あえて話していきましょう。やっぱ守備だろうね。まあ、彼は、これはね、彼本人も言ってましたけど、やっぱ強度。やっぱね、見てて嫌いなの分かりますよね、守備がね。すごい素直で、分かりやすい選手やだなって。俺はすごくそういったタイプの選手も好きなんですけど、まあ、天皇杯のジュビロ戦とかはね、やっぱサイドからスローイン入れられる場面ですけど、まあ、ここでね、確か山本くんかな、山本龍平くんが、中、この寄ってく選手に対してアプローチしなきゃいけないんで、余ってる選手どうしても誰かに受け渡さなきゃいけないということで、パウロ君指さしてるんだと思うんですよ、おそらく。パウロ見てくれと。おそらくね。現場のことはわかんないんですけど。で、で、結局ここね、ちょっと寄せてあげればいいのに言われたんだったらね、ただ寄せられず、結局ここが起点になって、まあ、ゴールを割られてしまったということなんですが、まあ、俺はね、この守備もちょっと問題あるかなと思ってて、センターバックせっかく3枚いるんだったら、まあ、まあ、もうちょっとさ、ライン上げて受け渡せようとは思うんですよ。で、センターフォワードの選手にここまで戻らせるっていうのは、やっぱさすがにさ、まあ、ずっと押し込まれ続けてしまいますからね、前で起点が作れないわけなんでね。ちょっとそこは、俺守備としてはどうなのって思う、チームとしての守備としてどうなのって思うんですけども、やっぱこういうところはちょっとありますよって。はい。なんで、ま、ほんと今年ね、すごく俺は頑張ってたと思うんですね。うん、頑張ってくれたとは思うんですけども、やっぱそういうところはあるということです。で、こっからはちょっといいところ。パウロ君のいいところっていうのをぜひね、知ってほしいなと思うんですけども、まあ、いっぱいあるんだけど、やっぱ攻撃面のセンスでしょうね。ここはもう、語らざるを得ないでしょう。まあ、数え切れんほどある。本当にいいプレーたくさんあって、まあ、天皇杯のジュビロ戦でも、これか、ゴール決めたんですよ、彼。はい。カウンターのチャンスでね、うまくボール奪って、スルーパスをこうもらうんですが、ちゃんとこの相手がいないとこのスペースで見つけて、そこに離れて入ると、オフサイドかからないようにね。で、いいタイミングでボールも入ったんですけど、ちょっと手前にパスが入りすぎたんだろうね。ちょっと右足側にボールが来ちゃったんで、ちょっとスピードダウンしてしまったんですが、ゴールキーパーにも寄せられてるっていうところで、彼が選んだチョイスっていうのがすごいんですよ。左足のアウトサイドで、ちょっと浮かしてキーパー、を越してループするっていうシュートで、ねじ込んでましたね。素晴らしい判断と、とっさの判断力と、そしてそれを実現させる技術、素晴らしいですね。そして、キレのあるドリブルも彼は持っていて、まあ、ここのシーンなんかもインサイドで深くまで侵入した後、インサイドで切り返し、で、そっからその直後にすぐアウトサイドでまたこの縦に行くというのがあって、もうほんと細かくて相手が足出せないと。で、そっからピンポイントクラスで前くん、ズドンみたいな感じがあったんですね。素晴らしかったですね。
あとシュートに関しても、高い技術持っていて、まあ、天皇杯でも同じようなシーンがあったんですけど、リーグ戦でもあって、だからね、ファーに打つと見せかけてニアに打ってたんですね、このシーンはね。だから体の向きはファーで、目線も多分ファーだったと思うから、キーパーとしては、あ、ファー来るなと思って、ちょっと一歩踏み出しちゃう。体重移動してしまうんですけど、打つコースとしてはニアっていう。あれは反応できないですね。さすがだと思いました。あれはめちゃくちゃうまかったね。で、ミドルシュートもありまして、ズドーンっていう、ほんとすごいシュート飛んできましたけども、このシーンもね。まあ、足の振りが早すぎてブロックが間に合ってなかったですね。素晴らしいゴールでした。で、まあ、戦術的な部分に関しては、やっぱりパウロ君のね、まあ、やっぱ得意なポジションっていうのはやっぱ外だと思ってて、外張りするウィングとかサイドハーフだと思うんですけども、まあ、ただ、ナナミさんはね、山川では、ウィングを外に開かせない、というか置かない、まあ、布陣結構採用していて、まあ、ウィングバック、ないしはサイドバックがこの外をオーバーラップするっていう、ないしはセンターバックが外上がっていくみたいなことを、まあやってたんで、サイドで、こう、待ってるみたいな感じの、戦術ではなかったんですね。だから、パウロ君の居場所があんまないみたいな、状況だったので、ウィングやセンターサイドハーフの選手はやっぱ中に入ってボール、受けてほしいっていうことを要求されてましたからね。で、ただパウロ君だとサイドバックとかウィングバックやらせるとなると、ちょっと守備面で不安があるということで、ちょっと使われなくなってしまったと。ただ、まあ、個人能力でちょっとなんとかするしかない状況がかなり山が多かったんで、今シーズンは。昨シーズンはね。やっぱどうしてもね、そういった部分で、やっぱ選手のコンディションだったりとか、選手の調子が上がっていかないと、きついんですけど、ただ、最後の、去年のシーズンの最後はね、ほんとパウロ君が、希望を繋いでくれてたって感じだったと思うんで、本当に熱かったですね。うん、で、まあ、俺としてはやっぱ今年ね、山川に下田さんが来て、下田さんとパウロ君はちょっと被ってますし、補強した選手の中ではちょっとウイングがちょっと不足しているっぽいので、まあ山川にいて欲しかった部分ではちょっと俺はあるんですけども、まあちょっと出されちゃったんでね、サポーターとしての人気もあるんで俺はいて欲しかったんですけども、まあ再獲得っていう、まあ、方法も今までなかったわけではないと思いますので、まあぜひちょっと検討してみてもいいかなと思ってます。まあ、あとやっぱ忘れもしないよ。信州ダービーの第3戦ね、ホームアルウィンで、やりましたけども、まあ、この試合勝たなきゃいけないと、リーグ戦で昇格目指すと上でも、っていう試合の中では試合前のウォーミングアップ、終わった後の煽りよね。あれマジ熱かったよな。あれでもう一気に山川サポの、山川にね、パルセイロ以外のサポーターとかファンの、心が一つになったと思うから、ああいうのね、やっちゃうんだよね。彼ね、めちゃくちゃいいな、と思います。はい。ってな感じなんですが、まあ、結局おふざけゼロになっちゃいましたね。なんか、まあ、俺としては別にそんなもともとおふざけするチャンネルではないんですけども。まあ、一個暴露だけ最後ぶっ込むか。まあ、パウロ君はね、なんかね、ああいう感じじゃない、おちゃらけてる感じはするんですけども、まあ実際会ってみて話してみると、めちゃくちゃ人見知りだし、超緊張しだし、めっちゃ真面目。うん。サポーターに対してめちゃくちゃ真摯。以上。そんなパウロ君を心からも応援しています。心から応援しています。これからも頑張ってください。超弱い。